宗教と言ってももうう大衆の支持は失いかけてるるよよな気がすすんですよねもしかしたらもうすでに失ってるかもしれないんですよ。とはいえ実際に私たちの生活においてとても宗教的になってると思うんですね。さて今回は宗教家であり哲学者のグラフト先生から宗教について教えてもらいましょう。 はい。ヤンバン・ブラフト先生は、ベルギー出身のカトリックの司祭で哲学者、そして日本宗教の研究者なんですね。それでは早速ですが、今回は、民族宗教と歴史宗教、宗教の役割、新宗とキリスト教、新宗などの話をさせていただきます。まずは民族宗教と歴史宗教です。先生は、宗教を大まかに分類すると、この二つになると言われまして、 民族宗教から歴史的な宗教が生まれるわけです。もちろんそれは多少民族宗教を否定しながらそこから生まれてくるんですけれども、それでもそこから生まれてくるから必ずその土がついているって言われるんですね。つまり民族宗教というのは土着の民間信仰みたいなもんですね。もともとあったものです。歴史的な宗教というのは世界宗教ですね。キリスト教とか仏教などを指してます。 そして次に宗教の役割です先生は宗教の役割をこういうふうに言われるんですね一つは人に安心を与えるある意味でふるさとを与えるということですそしてもう一つは人を上に上げるという役割向上という言葉で言ってもいいかもしれませんって言われるんですね民族宗教は安心を与える方でほとんど向上を含まない例えば神道のようなものは本当にふるさとを与えるような宗教ですね向上はほとんど入ってこないのではないでしょうか それに反して歴史的宗教は大抵ふるさとはこの世のものじゃなくて、ふるさととはよそだと言うんですけど、それで人の向上を非常に強調すると言ってもいいですって言われるんですよ。 宗教の役割は本来、人を安心させることと、人を向上させるためのものだというのであれば、それは実にありがたいものですよね。とはいうものの、既存の宗教を必要としない人がこれだけ増えるということは、その本来の役割を果たせてないが、宗教を悪用する人間がいるということじゃないんですかね。それでは次に、新宗とキリスト教の関連性についてです。先生は、浄土新宗とキリスト教が似ているって言われるんですね。 真宗は歴史的にも内面的にも仏教的な宗教であると同時に、それと多くの宗教的衝動や感情を共有するキリスト教とも深くつながっているって言われるんですよ。仏教とキリスト教は宗教的衝動や感情を共有しており、そして真宗とキリスト教は深くつながっているって言ってるんですね。 そのことは、先生が仏教に抱いている疑問の中に現れてるんですが、これです。あくまで知恵中心である空を持って、阿弥陀の慈悲をその中心とする浄土教の宗教性を説明できるかって言われてるんですね。このことはですね、つまり空という概念は、あるものとかないものとかですね、正しいものとか間違っているものとか、あなたとか私とか、そんなのすべて包摂した極めて抽象度の高い概念なわけですよ。 その空に至るということは、迷いなんかあるわけないし、欲なんかあるわけない。そういう状態なんですよね。それなのに、浄土教の阿弥陀如来は、明らかに欲してるじゃないかっていうんですよ。迷いある人、苦しんでる人を、助けたいと思ってるじゃないか、願ってるじゃないかっていうんですね。その阿弥陀如来の慈悲というものは、キリスト教においての愛だよっていうんですよ。そして、親蘭さんはこういうふうなことを言っているっていうんですね。 無下孔の利益より必ず煩悩の氷溶け、すなわち菩提の水となる。氷置きに水を押し、触り置きに徳を押し、このように言ってるじゃないかって言うんですね。無下孔というのは阿弥陀如来の何者にも遮られることのない光のことであって、煩悩とか欲とかが溶けるって言ってるんですね。そしてその煩悩や徳が多ければ多いほどそれが転じて徳になるんだって言ってるんですよ。つまり欲を否定してないんですね。 でもですね、仏教というのは基本的に欲を否定するもんなんですよ。それではキリスト教は欲に対してどういった態度を取るかというと、キリスト教の祈りというものになりますと、全く無我の祈り、神の国を願う祈り、その同じ祈りの中に日常のパンを願うわけです。それをキリストは矛盾として感じなかったようですね、って言われるんですね。つまり、キリスト教は人間の欲というものを否定しないんですよ。 ではなぜ浄土真宗とキリスト教が人間の欲を否定しなかったかその理由を先生はこういうふうに言います。真宗は自分の中に仏教の本流と緊張関係を含んでいてその本流からあまりにも離れていくと民間信仰に落ちがちですけどかえってその本流にあまりにも密接にくっつこうとすると一般庶民から離れていくと。 そしてその2つを両立させるような考え方は簡単ではないそこに新宗の修学の努力があったんじゃないかと思いますって言われるんですねつまり宗教にある2大テーマ悟りと救済の問題になるんですね悟りとか精神の向上というものを求めないわけにはいかないけれどもそればかりを追求しているとその日のパン一つに不足している庶民がこぼれ落ちてしまうってことなんですね ということで浄土真宗はその2つを両立すべく悩み考えあぐね努力してきたって言いたいんですねそのことはキリスト教も同じだと言われたいんですね確かにですね宗教のいいところはあるそれは認めるんですけどただ現代の宗教に何か釈然としないものもあるんですよねだから民族宗教ぐらいでいいのかなと思うんですがどうなんでしょうね とということで本日のベルギー人の哲学者で日本宗教研究家ヤンバン・ブラフト先生の浄土真宗とキリスト教の話でしたありがとうございましたそれではまた次回でお会いしましょうさようなら